Simon, Cook, Doc, Wood, Mendel, Simon. Simon. 地球温暖化について話ししないといけないですよ。今日は大事な数字3つを紹介させていただきます。プラス1。プラス1は現状です。産業革命の前に比べると、地球の平均温度は1度上がってる。1度だけはそんなに大きく聞こえないかもしれないんだけど、2018年は大変なことになってたよ。西日本豪雨に相次いで、連日最高気温は35度を超える猛暑の夏。そして秋になって、台風21号は25年ぶりに非常に強い勢力で日本に上陸した。私は住んでる沖縄にも、台風24号は直撃して、東海岸に洪水を起こした後に西海岸に大きな被害。もちろんこの異常気象は日本だけじゃない。猛暑はカリフォルニア、オーストラリア、ヨーロッパ、イギリスでも。イギリスは夏の天気が悪いのが有名ですよ。ワンドワイフがいつも言ってる。8月だったのに降り咲いてたよ。結構印象的だったみたい。その上、この酷暑の夏は山火事を起こしてる。ギリシア、ニュージーランド、スウェーデンって寒い国じゃないの？カリフォルニアの空がオレンジになってディズニーがめっちゃ怖くなってたみたいよ。でもこれはカリフォルニアの歴史で最大の被害を起こした山火事。パラダイスっていう街をほぼ全体的に燃やした。しかも暑さだけじゃなくて豪雨も世界中。洪水はテキサス、ベネチア、インド、シドニーでテニスボールの大きさのあられが降ってきたよ。怖くね？そして冬になってアメリカは極循環の影響で体感温度マイナス50度になってたよ。マイナス50。それと比べてそんなに大変じゃないんだけど、沖縄の12月4日は12月に対して記録的な暑さだったよ。俺その日覚えてる。那覇出勤だった。那覇、マジ暑かったよ。で、今日2019年2月26日、この動画編集をちょっと怠けてニュース見てたら、昨日イギリスは最高気温 20.3 度で冬の記録を破った。またイギリス天気がいいの？これは怪しいよ。また追加。今日2月28日に台風2号は猛烈な勢いになって、これは2月中に初めての猛烈な台風ですよ。これから台風は年中のものか？これはプラス1度です。プラス 1.5 度。国連の気象変動に関する政府間パネル IPCC は2018年10月に公表した 1.5 度特別報告書によって、産業革命の前に比べてプラス 1.5 度を超えればかなり危険です。プラス 1.5 度は今の状況プラス1度よりプラス 50% ですよ。温度は 50% 上がるなら被害も 50% 増えるんじゃないか。だから 1.5 度は単純に安全っていうわけではないだけど、それ超えれば私たちの生活、社会、文明には危ないです。でも現在の傾向は気温はどんどん上がってるんです。このままだとプラス 1.5 度を突破するのは2030年ですよ。今からたった12年後。プラス3、プラス4、プラス5、プラス6。2100年までには予想が難しいけど、気温はプラス3度からプラス6度ぐらい上がるらしい。プラス1度だけでこんなに自然災害が出て、2100年までにはプラス3度になるなら、2018年の異常気象の3倍、プラス6度になるなら6倍、どうなるか想像がつかないですよ。でも一つがわかる。これは人間は体験したことない環境です。2006年の地球温暖化に関するドキュメンタリー映画不都合の真実で、元アメリカ合衆国副大統領アル・ゴー氏が65万年前から2100年の予想までの二酸化炭素と気温の変動をクレーン登って見せてくれます。大学の授業でテーブル登ってそのシーンを再現したことがありますよ。私たちは日本で自然災害が多くありますよね。地球温暖化が進んでいくとさらに起こるんです。地球温暖化はどうにかなるよという問題ではない。2100年にはプラス3度、プラス6度。俺はもう126歳になってるよ。126歳もまだサーフィンやってるはずよ。2030年でプラス 1.5 度、俺56歳。2050年、プラス2度、俺76歳。地球温暖化は未来の人の問題ではなくて、私たち現代人はもうすぐ経験する問題です。実はもう経験してる。世界中で広がってる授業拒否の温暖化デモを始めた16歳のスウェーデン人グレタ・タンバーグが言う通り、 I want you to panic. みんなもパニックしてなるべく早く行動を起こす問題です。このチャンネルでこの問題をどう取り組めばいいかを検討していきます。今日の動画見てくださってありがとうございました。私はサイモン、天サイモンでした。